はい。MF ゴーストシーズン2ターン13後半のネタバレをしたいと思います。箱根峠の交差点つうんですかね。まあそこを通過して、まあちょっとローソンかと思ったらね、青かったんでローソンかと思ったんですが、ローソンじゃない。 といいう、ね、こででしたたね危機なな、ね、看板ががが座みたいな、ね、ドル標識があるんです本当、箱根はね、慣れないですね。真っ暗な時しか行ってないんで、まあ、看板が見えにくいっていうのと、まあ、それなりのスピードが出てるんで、こうね、難しい、看板を認識するのが難しいっていうのはあるんですが、まあ、それでも昼間でもゆっくりの時でもね、まあ、昼間は逆に観光で混んでて、それはそれでせかされるんですけれども、まあ、とにかく箱根の の看板でで全然理解できなくて昔はね、ナビもなかったんで、本当と、まあ、かなり走ってからね、また U ターンして戻ったりとか、また U ターンするスペースも、ねまあ、なかったりするんですよね。なんで、だらだらとずっと走っちゃったりとかしてたんですが、まあ、料金所のおじさんが結構切れてましたね。<laughs> 適当に走るなとか言われましたけどね。 はね、今そういうおじさんもまあいなくな、ETC とかまぁいろいろあだっていなくなっちゃったとは思うんですけれども、ちょっとね、この MFG のオフィスがね、すごい手抜きなんですよね、アニメはね。原作の方、ちょっと原作の方をクリ、えー、振り返りでね、えー、さっき読んだんですけれども、原作の方はそのオフィス結構書き込みすごいんですよね。えー、写真から起こしたのかもしれないんですが、まあ、ちゃんとしたオフィスでこうオフィシャルみたいな人が見てるんですが、アニメのこの このオフィスの美容はさすがにないだろうなっていうね、適当すぎませんかっていう、ね、感じですよね。机の上にただディスプレイが載っててキーボードもなきゃ飲み物も置いてないし、書類も置いてないし、袖机もないし、コードもないしで何から何までない。 いうことでディスプレイも小さすぎるし、みたいなね、感じで。だけど、後ろの棚は結構、ね、え、オフィスっぽい、こう、書類とかボックス、書類ボックスとか置いてあって、まあ、ちょっとちぐはぐなんですよね。椅子もなんか、真ん中の列の背もたれが見える方の椅子だけちょっと豪華で、その違うところのね、背もた、背もたれが見えない側の手前と奥の椅子は、ちょっと安い版みたいなの使っていて、まあ、全く統一性が取れてないな、っていうね、気がしますね。 で、え、パパのね、コーヒーがね、増えてるんで、これおかわりしたと思うんですが、マグカップの大きさも変わって、形状が変わってるんで、これマグカップごと変更したのかなってね、思いますね。まあ、ただ単に作画ミスだと思いますけれども、え、そしてね、パドックがまあ、箱根エコパーキングになってて、MFG のテントがね、張ってあって、 でまあトイレの前で話すね MFG 高額賞金獲得ドライバーたちっていうねトイレの前でいい話をするということですねで藤原先生がドリフトマスターと呼ばれててでまあここでちょっとね物議があるんですがこれ S2000 って呼ばれてるんですよね で、私はパッと見最初見たとき、NC ですね。松田のロードスターの3代目かなと思ったんです。まあ、その人はちょっと小さいんですよね。あとフェンダーとか出っ張ってないんで、S2000 には見えないんですよね。この正面からのこのカットね。ちゃんとこれ、 頑張って書いて欲しいですよね。S2000 ってえばフロントミッドシップで RX7 と同じコンセプトなんですが、そうするとノーズが長くなるわけですよね。このノーズが長くなってるところが全くこの絵からは見えない。正面からなんで見にくいくて実際 S2000 を写真に撮るとこう見えるのかもしれませんが、だからといってこれはないだろうな。あとやっぱヘッドライトの一生ですね。が S2000 っぽくない。 ですよね、一応まあボンネットが S2000 のボンネットっぽいなっていうところを。 ですね。まあ、ユーロナンバーがついてますけど、バンパーもちょっと中のツダっぽいバンパーがついていて、ちょっとこれま、ノーマルだと思いますが、まあ、ドリフトマスター匠先生はですね、そういう外見とか気にはま、気にしないんであろうということですよね。なんですが、これちょっと S2000 には見えないなっていうのがま、本音ですかね。その AP ダーのところがちょっと細く見えるのは S2000 っぽいな。 っていうね、でも細く見えるのは多分 A ピラーが細いんじゃなくて、まあ、A ピラー細いとオープンはやばいんで A ピラー周りは太く作るんだけど黒く塗って細く見えるようにしてるんだろうなと思いますがに,もしにしても とことで,すよね、で、まあ、二枚目の、え、ナタたくんが手前に座ってて、ナビ、ナビシートに、え、藤原先生が口まで写ってる写真があって、藤原先生、だいぶ、や、お痩せになられたんですかっていうな感じですが、なんか、唯一ですね。まあ、人のことは言えませんが、え、群馬周り、え、スピードスターズ周りは、え、かなり、え、太ってるのに比べると、 藤原先生はですね、むしろ現役より痩せてるんじゃないかって、ちょっとね、怖いですよね。なんか、まあもしかしたら、足とか怪我をされて、車椅子生活で痩せてるのかなと。まあでも、上半身ですからね。というふうに勘ぐってしまいました。まあ、後のショットです。さすがにそれはなさそうだなっていう、まあ感じではありますね。で、内装の方はよく見えるんですが、内装の書き込みがむちゃくちゃしっかりしてるんですよね、これね。 ほとんどの A 車両の4点式シートベルトの描写が一番これがいいですよね。で、ちゃんと引きしろもあるし。 ということで、ちゃんとこのアンカーボルトまで見えるんですよね。アンカーボルトが、後ろの、これ何でしたっけタワーバーかなタワーバーにくっついてるか、あるいはバルクヘッドにくっついているかという感じで、ちゃんとアンカーボルトまで見えるのはよくできてるんですが、あ、このカーボン、多分カーボン、フルカーボンのフルバケですね。薄いタイプにちょこんと座ってる感じになっているんですが、 エピラーのところも含めですね。それからフォローの感じも含め、どう見ても S2000 に見えないんですよね、これね。S2000 ってセンターが太くて、センターボックスっていうんですかね。それがこう、助手席と運転席の間の,そのバルクヘッドの方までも続いている。まあ、ロードスターも続いてはいるんですけれども、S2000 ってもっとこう、運転席と助手席の間って、 で、もうちょっと空いてる気がするんですよね。では、二人ともね、細身なんで、もっとスカスカな風になるはずなんですが、まあこれ、どの車かなっていうと、これね、ロードスターっぽいんですよね。こんな愛想で見るとね。ロードスターだとこれしっくりきますね。S2000 だと、まずバルクヘッドっていうか、シートの後ろにで、ね、またシートみたいなのがくっついてて、まあそれがロールバーっていうんですかね。万が一ひっくり返った時のための頭部、 を保護するために、シートの後ろにまたシートみたいなね、装置が、ロールバーがくっついていて、それがすごくダサいんですが、なんかそれがないんですよね。まあもちろん取っ払えると思うんですけれども、まああれ取っ払えるのかなちょっとよくわからないですが、 なんかそんな感じではないですよね。もともとこういう車だったんだろうなと。なんで、これ内装は NA か NB かなって気がする、ね。内装というかこの二人のこのツーショットに関しては NB か NA を使ったんじゃないかな。だとすると、最初の正面からの S2000 の画像も元は NB なんじゃないかな。 っていうね。あるいは NA なんじゃないかなっていうね。それを S2000 チックにちょっと脚色してるんじゃないかなっていうのが私の見立てですね。パーツパーツ見て、例えばボンネットがね、わかりやすいと思うんですが、ボンネットだけで見ると、まあ、S2000 の形をしてるんですが、あとあれですね。サイドミラーですかね。サイドミラーの形。 とか見ると S2000 っぽいんですが、そのフォルム的には S2000 では全くないなっていうね感じで、まああと内装の方を見ると、ロードスターなんじゃないかな。松田ロードスター、あるいは U のノスロードスターなんじゃないかなっていうね感じがします。まあなんでこの S2000 だけがですね、ちゃんと4点式シートベルトが書かれてるのかっていうと多分取材した車にこれが付いていたんじゃないかなと思います。あるいはまあ写真ですよね。でなんで で、多分なんですが、作晩というか、この全てのクオリティを管理してる方が、実際に車に乗られてないか、この4点式シートベルトを閉めたことがないんであろうなと。で、その4点式シートベルトを閉めた 上で運転したこともないんだろうなと。これは一回やればね、すぐわかることなんで、まあ、そこはまあやっぱりこの MF ゴーストのシーズン2、あるいはシーズン1からですが、ちょっと車の方の描写に物足りないところなんじゃないかなと思います。エコパーキングの入り口のところに風速計みたいなのがついていて、まあ風力発電も兼ねてる。 みたいなんですが、まあ、下にね、ソーラーパネルもありまして、で、これ何なのかなってね、思ったんですけれども、アンテナがついてるところを見るとね、Wi-Fi か、あるいはその風速を調べるためだけのね、装置なんだろうなと思いますね。まあ、エコパークですしね。まあ、ただ、エコパークなくせにね、トイレの屋根とかはソーラーパネルになってないんですよね。 で、かなたくんが昔語りをするんですが、まあその時にですね、その前のショットで風力系が動いてないんですが、かなたくんが昔語りをすると、前の髪の前髪がね、風で揺れるということですね。まあこれはだから、かなたくんの心の扉が開いて、 で、風が吹いたという、まあそういう演出ですよね。風神くんかなが出てきてですね。うちのポルシェが最高ですけど、私の腕がありませんっていうね。えちゃんと認めてるのもさすがなんですが。まあここもやっぱり4点シートベルトおかしいね。まあ穴を倒してアンカーに繋がってるみたいですけど、やっぱ引きしろがないんですよね。ベテランなんで経験で頑張るぜと言うんですが、そこでね、ゲートを通ってしまうんですよね。 ということはもう彼はこの世界から降りるということですね。そのゲートを通るっていうことはね。それを示唆されてるんじゃないのかなと思います。カナタくんの心の扉が開いて、風が吹いたと同時に、石上風神さんはゲートを抜けて戦いの場から去っていくと。 いいう、まあ、象徴的なななシーンになるのかなと思いますこの時点で、相葉くんはかなたくんに多分負けてると思うんですけど、そういうのは気にしない先輩なので、天丼をおごってくれます。なんで、まあ、京子姉さんが、フォデる相葉くん。 ということですね。こういうのもきっちりキャラ、キャラが描かれてるのがすごくいいですよね。で、天丼は、え、小田原のダルマさんっていうところらしいんですが、高級だと思うんですけれども、1回は食堂スタイルで天丼が食べれると。ただし、まあ、天丼2255円ということで税込みですね。なんで、え、安いものではないとは思いますね。まあ、MFG 賞金獲得ドライバーなんで問題はない。 と思いますが、えー、ちょっとね、食べに行きたいですね。で、えー、器はまあですね、ホームページに載ってるものと同じだったんですが、だいぶ盛り付けが違ったりしてました。あと、出てくる小鉢とかですね、もうなんですが、えーメニュー 的にはですね、あのホームページに載ってるものはちゃんとフードスタイリストさんに頼んでると思うので、まあ、ちょっと作り物っぽくなっていて、アニメの方が実物に近いんじゃないかな。その他の方が開けてる写真とか見ると、アニメの方がま実物に近い。 感じなのかなと思います。で、え、なんかやけにここ凝ってるなと思ったら、まあ、この料理の作家が別にいるということがエンドロールで分かって結構驚きということでね。まあ、実は MF ゴーストの隠れテーマでもあって、かなた君ご飯好きっていうことですね。 で、オープニングにも米袋を首に置いてですね、腕立て伏せをしていましたが、ご飯っていうのがまあ一つのテーマになっていて、ご飯っていうのは日本そのもの。 ですね。日本のことをですね。それをカナタくんが美味しい、好きで食べる。そして最初に食べたのが牛丼ということですね。で、次に天丼。そしてさ次が、シしラス丼ということで、まあ、牛丼というのは文明開化ですよね。これはだからカナタくんのことを言ってるわけですよね。そして天丼というのはスペインから来たまあ、ま、天ぷら、天ぷらなんとか、多分なんかスペインとかじゃなかったかな。スペイン、オランダですよね。から来てる料理だと。 思われますが、徳は家康もね、タイの天ぷらうんぬんかんぬんっていうのはあったと思いますけれども、和洋折衷なわけですね、天ぷらっていうのはね。それを金田くんが、イギリスから来た金田くんが食べるということですね。で次はしらす丼なので、まあこれは純粋な日本ということですよね。なんで、この丼っていうのが、に引っかかるっていうことは、響きが面白い。 っていうね、あの、テプラノドンとか、なんとかドンっていう、まあ、共流ですよね。まあ、YMO が復活した時に、えー、新しいアルバムの名前がテクノドンになったわけですよね。えー、このドンぶりっていうのが、まあ、かなたくんをイメージしていて、まあ、最終的にはなんですけど、まあ、レンちゃんがお料理屋さんを開くんじゃないのかなと。 思いますね。そして、かなたくんはもしかしたらお米を作るかもしれませんし、レンちゃんがかなたくんにご飯を食べさせるために、料理屋さんを開くんじゃないのかなというふうにね、示唆される感じが、まあこのかなたくんが食いしん坊であるという、まあこの設定は活かされるんじゃないのかなと思います。で、箸がですね、まあ原作の方ではまだ箸がやばいって言ってたんですが、その牛丼の時はまだ箸も使えなかった。 なので、着実に上達していって、これからも上達していく描写があると思います。もうですね、ターン十四の予告編では、もうちょっと進化していました。シラス丼食べてる時だと思うんですが、小指をね、使うように、まあ、その小指もアイドルがマイクを持つような使い方なんですが、今回のこの天ぷらの場面では、小指を使ってなかったんですが、次のシラス丼の段階では、小指をなんとか使おうとしているというね。進化して。 いますなんで、トトロのシャ、えー、ツキカメイちゃんがですね、だん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 物語が進むにつれて髪が伸びていくのと同じようにですね、カナダ君も箸の使い方が上手くなっていくという描写がですね、日本に馴染んでいくというのと一緒になっていくんじゃないのかな、そういう表現になっていくんじゃないのかなと。 思いますまあ、おばあちゃんもね、えー、米農家なのかな、畑なのかな、おばあちゃん家にね、お米を食べに行くっていうのも、ここからまあ振りがあるということですよね。で、レンちゃんのね、部屋で、で、やっぱりちゃんと MFG エンジェルはね、ちゃんとお水を移す。 ていうようなルールになっていて、なんかミシャみたいなね、えー、部屋ですよね。ミシャをイメージしたような部屋で、で、なんかこうランキング見てるんですが、そのランキングがですね、その K 触ったりとか、F 石神とかのその K と、えー、それか、名字とですね、名前の間に中黒が使われてるんですが、これなんでですかね。普通だったらまあピリオドなんじゃないかなと思いますね。でえー 壁紙がまあトールゲートっていうかまあ料金上なんですが正直ダサいし、まあ、壁紙あると見にくいんでいらないんじゃないかなとね普通だったらね今サイトを作るんだったらまあ携帯というサイトは特にですね壁紙は使わないんじゃないかなと思いますね で、えー、レンちゃんの携帯がホワイトの iPhone っぽいやつですけど、まあレンズの位置がちょっと違うんで、まあ、でも iPhone イメージのホワイトですが、まあ、これもレンちゃんっぽいね、まだ純真ですという意味で、まあ、白いや、白い iPhone と。 いうことですね。で、え、かなたくん階段降りてくるときに、れんちゃんが上から声をかけて、シらすデートに誘うんですが、これがね、かなたくんがね、瞬間移動してるんですよね。上からの仕切り3つのところにいたんですが、途中からなんか上に行ってるようなね、壁に床ラインがあるので、その床ラインと、のかなたくんの服のラインが合ってるんですが、なんかそこがね、カットが変わるたんびにずれていると。 そして、まあ、手すりが切れてるんで、まあ、そこで壁の方のね、まあ、間仕切りも終わるんですが、ちょっと、まあ、場所おかしいかな。カットによってちょっと変わってるかなと。その降りる時の足音とか、も概外すると、そんなに上がったり下がったりしてるわけではないはずなんですよね。ベッケンバウアーさんですね。で、京子姉さんでウィンクすると、まあ、サービス精神旺盛ということですよね。そして、やっぱりお尻が映って、 で,で、ベッケンバウアーのテーマ大好きなんですが、ピアノ、単音でピアノなんですが、やっぱドイツのベートーベンのイメージですよね。まあ原作によるとアップグレードされてるらしいんですが、まあここでですね、わざとベッケンバウアーがテストドライバーが決めたね、フットワークをもってすればドリフトボーイなん、うんぬかんぬんみたいな話をするんですが、まあそれ原作ではね、ちょっとアップグレードが入ってるらしい。 車ごとアップグレードが入ってるっぽいんですが、まあそれはただ書きたかっただけかもしれませんが、まあこのベッケンバーはあのテストドライバー運動関ヌっていうのはポルシェではまあ有名な話で、まあ最新のポルシェが最上の 最強のポルシェみたいなね、最良のポルシェみたいな格言があって、まあ、ポルシェは新しいのが出たら、それが一番いいと。だから買い替えるというようなね、ことを、ま、唆してると思います。で、テストドライバー運ん関連っていうのは、ポルシェ、最新版が出ましたと。今はま、最新版可能もうま、時間がかかるみたいなんですが、せっかく新車をその日に手に入れたとしてもですね、もうテストドライバーが2年3年先のポルシェをニュルブルクリンクでテストして、 てるわけですよなんで、えー、その新品でせっかく手に、発売その日に手に入れたとしても、それはもうゴミ箱行きなんだよっていうね。まあそういうことをですね。まあそれをだからこのテストドライバー云々かんぬんの話で、まあ言いたいのかなということですね。ベッケンバーワーが、まあ動かしている、ドライブしている最新版のポルシェも、まあテストドライバーからしてみればもう時代遅れというね。 だから、ポルシェはすぐ新車を買ってください。という、まあそういうことですね。で、まあ、SG を走るんですが、まあなんでそこでってね。なんでその SG の2コーナー手前で失速するんですかっていうライン取り分かってないなっていうね。まあ SG で2コーナー、1コーナー2コーナーがある SG だったら、まあ1コーナーがね終わったところからはもう減速しない。で、ひたすら加速で抜けていくというのことですよね。なぜ なぜ一回真ん中で減速するんですかと、その目に見えてね、減速するっていうのはちょっと、まあ、S 字の抜け方としてはおかしいですよね。だから、普通の車も動かしてないどころが、グランツーリスモとかもやってないのかなと。ぜひ、全員スタッフはグランツーリスモをやっていただきたいなと、思いますね。それだけでも全然違うっていうか、だいぶ違うというか、まあ、一般の車でも動かしてもそこまで、 動かせないとこまでグランツイリスムでできるんで、あとはなんかシミュレーターとかですよね。で、車をもし動かすのが大変であれば、まあシミュレーターとかをやれば、だってシミュレーターに行くシーンもありますよね、MFG ではねえ。なんで、まあシミュレーターとかやればいいんじゃないかなってね、思いますね。えそして、メーター、ポルシェのメーター見ると、いわゆる、 オートマメーターになってるわけですね。D を横に倒すと、マニュアルモード。まあ、なんちゃってマニュアルモードになって、まあ、D を横に倒さなくてもいいのかな。多分 D ドライブに入れておいて、 で、そしてパドルシフトを押せばそこからマニュアルモードになるんじゃないのかなと。そう、昔はね、まあ、スマートとか乗ってた時はその D から横に倒して、えー、マニュアルモードとかにねして、ブラバムとかだったらパドルシフトはあったかもしれませんが、まあノーマルのスマートだった場合はパドルシフトはなくって、シフトレバーの押したり引いたりでギャーをチェンジできると。 いう風になってたんで、まあでも、ポルシェとかあと横に倒さなくてもいいのかなって気はね、しますね。パドルシフト引いたら、まあマニュアルモードになるんじゃないかな。まあそこから復帰するのはちょっとね、よくわからないですけれど、両方一緒にパドルを引くとか、まああるかもしれないんですが、ちょっとわからないですね。えそして、沢渡りのゴーストが見えてるということをですね、まあその時ね、車内側から MFG ステッカー、あのフロントウィンドウに離れた、車検、昔は車検のシールがあったんです、ね、まあそこに離れた、 フジステッカーが見えるんですけれども、やっぱりシーズン1と同じで、表からも裏からも外側からも内装。 からもですね、ちゃんと清純で見える不思議なステッカー。ハリーポッターの魔法のステッカーみたいになってまして、どういう仕組みなんですかね。光を通さないシートで挟み込んであって、表からも裏からも清純で見える。そうするとなんとなくこう光ってる、光が透けてる気がするんですよね。まあ、だからすごいこだわったステッカーなのかな。 っていう風にね、まあちょっと勘ぐってしまいますね。まあ、単なる作画ミスだと思いますけれども。そして、あれですね、カナダくんがハリーポッターなのはっていうのもあれ、ハリーポッターって、まあ、よくわかんないですけど、杖使いますよね。だからまあ H パターンシフトを使ってるカナダくん。 まあ、そういうことなのかもしれないですね。まあ、ただしですね、そのゴーストのアルピールの動きとかね、もう変を通り越して笑っちゃうっていうか、お笑いレベルになっちゃって、いきなりこう横っ飛びしたりするんですよね。その横っ飛びも、なんか段差とかね、石踏んだとかね、そういうことではなくて、普通に滑るように横っ飛びしてて、まあ、まさにゴーストなんですが、まさすがにこれはないかなっていうね、こんなのは OK 出せないぞって。 というね、えー、思います。で、ベッケンバーバーが小尻峠分岐付近を走っていくんですが、これもラインおかしいし、ブレーキングポイントもおかしいし、えー、その後ステアリング切りすぎで、そんな切ったらスピンすんだろうっていうね、そこでカットが切り替わるんでわかんないんですが、ちょっとやりすぎですよね。そこはもうステアリングはほとんど切ってな、ね、い。押し込むぐらいで曲がんないダメでしょうっていうね、 原作ではですね、ベッケンバウアーがその分岐点を走るシーンがあったんですが、そこではまあドリフトしてない、まあスライドしてないまっすぐ走ってましたし、カナダ君の方はそもそもですね、その小尻までカットされて出てこないんで、多分そこが原作にはないので、アニメスタッフがそのカナダ君が塩尻 峠分岐点。だから分岐点の CG とか背景作ったから、かなたくんもね、そこを通らせたんだと思いますが、もったいないからね。え、それがあだりになって、なぜか知らないけど、そこをかなたくんがドリフトで抜けていくという、見た目は派手かもしれませんが、まあ、東京ドリフトじゃないんだから。前の動画でもヒールトゥーガーとか散々行ったラインガーとかブレイキングポイントガーとか全部。 サザ言いましたが、後でですね、原作を読み返したらですね、重野先生そんなことは全くなくて思った通り、私が思った通りの動きで絵を描かれてまして、特にヒールトゥーね。ヒールトゥーはちゃんとヒールトゥーじゃなくて、ヒール土踏まずみたいな、ヒール左横みたいなね、側面タッチみたいになってましてですね。 ちゃんと作画、原作はそう、ヒルトゥー、ナイフになってるのに、無視してヒルトゥーにしてる。 この神経はどうなっているんだと、まあ、確かに、まあ、今回もイニシャル D 昔の映像が CM に流れてて、そこでヒールトゥーをしていて、その時は思いっきりかかとを使ってますが、まあ、86はちょっと運転したことはないんですが、昔の車86は確かにそこまで足をずらしてヒールトゥーにしなければ押せなかったんじゃないのかなっていうのは想像に硬いんですけれども、まあ、現在の車はそうじゃないぞと。 いうことですよね。それがアップデートできてないんで、多分あのヒーラーだというのを動画がある時点でですね、やっぱり、それが OK 出てるっていう時点で、やっぱりなんか問題が、この MF ゴーストのアニメに関しては、問題があるんじゃないかなと。車に対して、 しては、ま、適当でやりましょうっていうね、なのかなと思います。で、まあ、ベッケンバウアーさんがですね、トップギアに切り替えるのはラスト2キロのヒルクライムっていうところでね、まあ、そこまでは、ま、楽をすると、おっしゃられてるんですが、まあ、それがね、ベッケンバウアーの今までのやり方で、同じことを熱海ゴースト最近ですね、ベッケンバウアーがそれで沢渡りを抜いていくということで、まあ、この繰り返しがね、次の先生気持ちがいいんですよね。で、同じことではなくて、 今回はゴーストなんだけど、最終戦では本物っていうのもまあよくできてる。楽をしてね、抜いていくんですが、最終戦ではそれだけじゃないぞっていうね、覚醒してますからっていうのがあって、本当にもうこのストーリー運びが本当にうまいなと。 思いますね。で、ま、あれですね。アングルが結構ついてるんですけれども、ベクトルが違うというか、まあ、そこまでこう滑らす意味はないし、R の取り方が違うっていうか、滑ってて、ま、ドリフトしてる時の R が、普通にカーブを曲がってる時の R とはあんまり変わらないというか、多分変わんないんだろうなと。滑ってるけど、ベクトルが変わっていって、R がだん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 奥になっていくのがドリフトの速いドリフト。 だと思うんですよね。R が逆に深遠に近くなっていくドリフトっていうのは見せるドリフトなんだろうなと。なんで、速いドリフトっていうのは、ドリフトしてんだけど、R はだん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 緩くなっていって、最終的には直線に収束していくみたいな、そのベクトルの方向はちょっと間違ってるんじゃないのかなってね、思いますね。 で、ベッケンバーワーはそもそもコーナーリングスピードでまあ稼ぐタイプなのに、なんでこうなってるのかなっていうのもまあ疑問ですし、相葉く君が V ラインって言って,言ってたように、ベッケンバーワーと沢渡く君以外ですよね、カナタ君以外は突っ込んでって、くるっと回って、ドンと加速というね、コーナーリングをしてるということですよね。シルバーストーンカフェが映って、 くんのとこですねえそして、道端の3人が映って、原作では電車で3人並んでるんですが、まあ、多分コンプラの関係で、スマホはやばい、あとね、会話もあんまりってことなんで、なんとなくですけど、駅のホーム、あるいはベンチ、駅のベンチみたいな感じのとこに座って話している感じですね。リッチマンズレギュレーションがま、崩れてきているってよくわかってますね。 っていうね。そんな小さい携帯の画面で見てるのにっていうね。私からしてみればですね、K1 もでね、r p ヌもお高いので、車詳しくない人にはちょっとリッチマンズレギュレーションっていうのがピンとこないんじゃないかなって私は思います。まあ、桁が違うっていうことがもうちょっとアピールされてないと、まあそもそも外車高いじゃんみたいなところで、外車っていうくくりで、まあフェダーリーとかランボと、それからアルピーヌアルファロメを ケイマンが並んでしまう。まあ、正直私もケイマンと GT なんとかの彼ら値段の違いが分かんないですからね。ケイマンだって高いんじゃないのっていうね、気がしますね。で、まあ今度はですね、ドトールじゃなくてニセスタバーですね。まあ、ドトールもニセドトールなんですが、まあ、そこで MFG を見てるのはまあサータリーくんですよね。まあ、リッチマンですよね。えサイモン実験 からのドトールからの鎌倉シルバーストーンカフェからの路上駅そしてそこからのスタバということでね、まあ、ディスプレイもまあ大きいテレビから小さいディスプレイとか iPad とか iPhone とかにねこうなっていってですね、まあ、これコーヒーで今回の単13のテーマってまあ多分コーヒーだと思うんですよねそのコーヒーによって場面がつながっていくと いいう、ねまあ、演出がされていて、まあ、このコーヒーは何なのかっていうと、これはやっぱ格差社会なんですよね。リッチなサイオン事件。そして、ドトールでビジネスマンが安いコーヒーってった姿勢ですけど、まあ、ドトールのコーヒー美味しいと思いますけれども、いいコーヒーだと思いますが、まあ、低価格のドトール落ち着かないですよね。まあ、そこでコーヒーを飲んでまして、ちゃんと働いてる人たちでもまドトールでコーヒーと。 いう感じですね。それと、それから、えー、マダムたちがですね、鎌倉のイケメンを見ながらお茶をしていて、 そして、まあ、学生というか、まあ、大学生みたいな、ね、感じの人たちがですね、もうお店に入るお金もなくてですね、えー、それで土壌で、まあ、缶コーヒーでも飲みながら、ただで MFG をまあ見てると。ただの場所で MFG を見てると。えー、そして、渋谷の立東地のスタバでですね、さあたりくんが MFG を見てるということで、まあ、ちょっと日本の祝図みたいなのが、まあ、このターン十三のコーヒーを飲むシーンで、 描かれてるというのも、なかなかうまいなと思います。ゴーストをね、サータリ君のゴーストが、まあひどくて、まあ中走ってますからね。あれで、ベッケンバウは、なんてちっとも怖くないと。 まあ若くして小さく完成しているつまんねえやつだとこう、サータリくんが言ってるんですかまあそれはね、ベッケン・バウアーさんもね、わかっててそれを演じているわけで、まあここから変わるわけですね。ベッケン・バウアーも、まあサータリくんは真面目にやってなかったっていうのもあるんですが、えベッケン・バウアーもフラストレーションが溜まってるわけですね。それに関してはね。で、それを打ち破るものが、まあ、カナタくんなわけですね。 なんで、このつまんねえやつ、小さく完成してるっていうのは、まあ、振り、最終戦に向けてね、振りなんですが、そのベッケンバウワーの対比、対になっているものが、相葉くんということですね。テクニックも対になってますし、車も対になってますし、精神性ですね、も対になってると。まあ、そこがまあ、京子姉さんが掘れるね、要因なんだろうな、ということですね。 で、ま、さなちゃんが遅刻してくるわけですけど、まあ、急ごうと思ったけど、急げ、急げなくてってって、まあ、なんで急げなかったのかすぐわかるんですけど、まあ、遅刻した理由なんですよね。まあ、遅刻はだからですね、まあ、愛情なんですよね。愛ですよ。愛。なんで、ね、え、遅刻しても許してくださいということですね。 で、堀内って、ま、書いてあって、ま、たぶあれですよね、果物屋さんだと思うんですが、ちょっと最近、あそこら辺がね、大改造されちゃったんで、全然わかんないんですが、桜ヶ丘方面に向かったんじゃないのかなと、その、桜ヶ丘代官山方面に向かったんじゃないかなって、あそこら辺はね、ホテルがありますし、まあ、間違っても、丸山町でしたっけあっちの方ではないと思いますね。そして、アルピーヌのゴーストと、ベッケンバーワーさんがね、並ぶんで、 ですがここでね、給油口がね、両方ともですね、フロントから給油するタイプというのもね、胸厚ですね。ちょっとこうシーズン1から給油口はいろいろ問題にはなってますから、給油口アピールっていうのは結構いいですよね。あとまあ、ベッケンバウアーのポルシェの,のブレーキキャリパーが両方とも内側にあるのもいいですよね。確か GT-R とか外側にあった気がするんで、そこら辺が爪が甘いかなと思うんですが、やっぱりポルシェはね、そこら辺はおごります。 ちゃんと内側に重量物であるキャリパーを持ってきてるというのが素晴らしい。 ですよね。ベッケンバウワーのテーマがかかって、もうここの入り方もすごくいい。やっぱドバシさんですよね。リザルトが出ててね。ベッケンバウワーだけ、なぜか、ドット、ピリオドが使われてると。意味がわかりません。多分なんか、中黒だとスペースの都合か、見た目が悪かったんでしょうね。でも全部、全員ドットの方がいいと思うんですけどね。で、まあ、キョロキョロする彼方。ということで、 あれですね。シャツをね、ズボンにインはしてないんですけれども、一箇所ズボンに引っかかってるっていうのが、まあ、彼方の性格をね、表してるっていうことでね、そういうのは無頓着っていう天然っていうことを、まあ、このワンシーンで表してるんじゃないのかなということで、これで終わりですね。で、まあ、エンディングになって、まあ、エンディングは、ま、梅雨ですよね。そして、ま、レンチェンがクローバー持ってて、これはアルファロメオとかですかね。ちょっとなんか、四つ葉のクローバーのそういうマークがあってね、気が レーシングチームかなまあ、それは後でまたね調べますけれどもで線香花火持っててで線香花火ちょっと上に引き上げたら線香花火落ちちゃったってなかなか意味深なね演出にこうなってますね そして、え、先ほども申しましたが、え、料理の作画監督さんがいらっしゃって、それからですね、色設計、補佐とか色指定とか仕上げのスタッフロールがあるんですが、まあ、それがね、ほとんど女性なんですよね。やっぱりこう、女性の方が色には厳しいんだろうなと。まあ、男性はよく言われるのは、男性は動体視力で、まあ、女性は色、え、仕切 色の、色がいっぱいわかると。え、アンミカさんも、え、白は200色あるんだぞって言ってるぐらいなんで、まあ、同じの、脳がね、男女同じ。 能力処理ができると、まあ、仮定してですね。そうすると、動体視力に振るか、え、色調に振るかっていうのはね、男女だけではなくて、男性の中でも女性の中でも、その能力差はあると思うんですが、動体視力に振っちゃうと、その分、まあ、処理能力が同じであれば、何かを、何かをスポーリしなければいけないんで、それが、動体視力がいい時は、色彩の方ですかね、え、色調を飛ばすと。 いうのことがあって、まあ私もよく言われるんですけど、まあなんかね、色調テストの動画はどっか、えー、概要欄、コメント欄に貼っておきたいと思うんですが、最後のところがね、わかなかったんですね。最後ギリギリまでわかったんですが、最後の問題だけちょっとわからなかったですねっていうのがあったんで、それを見つけて貼っておきます。ただ動体視力は私は E4 っぽいんですよね。 他の人が見えてないのも、ちょっとは見えるみたいですね。なんで、まあ目が、目はもともと悪いんで、そこも,もうどうしようもないんですが、あとあれですね。 畑の自動車ですかね。畑のノート書いて畑の自動車さんがクレジットされてまして、これもちょっと概要欄、コメント欄にリンクを貼っておきたいんですが、そこにアルピーヌじゃなくて、アルファロメオね、のぞみちゃんのアルファロメオが出てくるんですが、これがなんか安くて、軽くて、感情でいいらしいんですよね。マニュアルではないんですが、フルカーボンもの らしいんですねフルカーボンバスタブ仕様みたいになってて、プラスアルファロメオのエンブレムもついてくるっていうことでね。で、安くて600、700万ぐらいで買えるっていう昔のエリーゼですよね。シゲノ先生、これ多分好きだと思うんですよね。なんで、女性、のぞみちゃんに乗せてると。もう一人の女性、エマグリーンで、それがバンキッシュでしたっけバンキッシュじゃないか。アストン・マーティンですよね。 なんで多分アストン・マーティンも女性に乗せてるってことはシゲノ先生。アストンも大好きなんじゃないのかなと。女性には好きな車に乗せるというところがあるんじゃないかなと思いますね。原作の方でアタミゴーストではフェラーリをアルファロメオが抜くという感動的なシーンがあるんですが、まあなんで感動的なシーンかっていうと、もともとアルファロメオのデーシングチームにいたフェラーリさんがですね、人間の方ですね。フェラーリエンツォ、エンツォ・フェラーリさんが独立してフェラーリっていうチームを作って で、そのレースをやるためにフェラーリを売り出したというのが、まあ、フェラーリの、まあ、元ですよね。なんで、今フェラーリのが有名ですけれども、アルファロメオもですね、今 F1 に出てるのかな。なんで、アルファロメオ元の本家がですね、文家を追い越すっていうのは胸熱な展開なんで、まあ、そういうのも、まあ、MF ゴーストの、まあ、醍醐味なのかなと思います。で、あとですね、クランチロール っていうのが入ってまして、これ何かなと思ったら、お菓子屋さんかと思ったら、これはですね、ソニーのダラスにある配信会社みたいな感じなんで、まあ、それも結構噛んでるんだろうなって、ここにね、 名前が載ってるぐらいなんで、なるほど、そういうこともあるんだろうなっていう、ね、ソニーが入ってきたのかっていうね、話ですね。で、あと、えターン14の、ね、予告が入ってて、ここで、カナタ君、橋はちょっと上達して、小指を使うようになったということですね。あと、レンちゃんにご飯粒がついてるっていうことで、 多分、やっぱりこの MFG、アニメだけじゃなくて原作も通してお米っていうのは一つのね、テーマになっていて、今お米不足とかね、お米の値段が上がったりしてますんで、期せずして社会問題に絡んできてるんじゃないのかなと思います。はい、付け足しです。原作の方ではですね、少子化問題がクローズアップされているんですが、このコーヒーの問題、 っていうのは、まあ、コーヒーといえば格差、えー、フェアトレードの、ま、代名詞みたいになってまして、まあ、国間の、えー、国と国の間の、ま、格差ですよね。そして、プランテーション、えー、資本主義。 ので、象徴みたいいなものですよねねコーヒーヒっていうのは、ね、でそれをですね、登場人物たちがいろんなレベルの人たちが飲んでいて、まあギャラリーですが飲んでいて、それが登場するいろいろな階層の人たちが同じコーヒーというものを飲みながら、まあ格差社会を表していて、例えばサイオン時計では家族、温かい家庭がいて、すごいリッチな家に住んでいて、まあそしてドトールではうだつの上がらなそうなですね、サラリーメンが 人アイスコーヒーだけ飲んでいてですねそして そえ、鎌倉ではマダムたちがイケメンを見ながら、優雅にアフターヌーンコーヒーをしていて、そして、まあ、ただでですね、え、駅のベンチとか、え、それから公園とかですね、そういう、ただで座れる、え、ベンチで、コーヒーを飲むしはなかったんですが、ギャラリーの定番といえばね、イニシャル D から続く缶コーヒーですよね。<laughs> え、いつきくんも缶コーヒーを買ったり、え、たくみくんも缶コーヒーを投げたりしていたと思うんですけれども、まあ、ギャラリーといえば、 コーヒーですよね。最後に、沢渡くんがスタバでコーヒーを飲んでると。またスタバっていうのがまたあれ、まあ、詳しくは言いませんけれども、えそして今、今、原作ではですね、少子化問題が、矢じきた兄弟によって話されてるということで、これまたアニメにシンクロして原作が載せてきたんじゃないかなっていうことですね。このコーヒーが象徴するものっていうのは、やはり、ね、資本主義であり、格差社会であり、それは、しげの先生が昔は万歳して、 いた小泉郵政改革であり竹中平蔵だったんですがそれがま少子化に繋がってしまったというねことだと思うんですよねなんでこのコーヒーのこのシーンっていうのはこの原作の方がフォローアップしたんだと思いますがこの少子化問題につながっているんじゃないのかなと 思います。この路上の3人に、リッチマンズレギュレーションは崩れたと言わせたり、それから原作の方では桜の舞ちゃんが、リッチマンズレギュレーションじゃなくて、プアマンズドリームなんだよって言わせたり、それから矢じ田た兄弟に少子化問題を語らせたりと、この単純3に向けて原作がチューンアップしてい 格差社会、それから少子化問題、そして竹中平蔵に絡めてきてるんじゃないのかなと思われます。